僕が知らない間にいろんな大会が開かれてましたね。うん、えー。バーバリアンオープンとか、インターハイ開かれてましたよ。ちょっとエ、えー、スクソしてきました。えー、これ、えー、っと、渡辺倫花選手のショートプログラム、これ、バーバリアンオープンなんですけど、いや、かっこいい。すごいかっこよかったです。うん。まあ、あの、全日本のショートプログラムの時も、わ、かっこいいなと思って、 見てたんですけど、ハートラインっていう曲で滑ってるんですよね。すっごいかっこいい。斬新だし、うーん、まあ、こういう感じの曲で滑る選手ってあんまりいないので、ちょっと驚きましたね。うん、彼女にすごい合ってる気がしますね。うん。すごい彼女には合ってる、合ってる気がします。雰囲気とか、表情とかも本当に、この曲にすごい合ってパワーをね、もらえますね、この曲ね。うん、かっこいい。 ただまあジャンプがねちょっとえっとレジュルタントこうこれはフリーかなあフリーかはいえー、まあジャンプがちょっとあの、えー、フリップジャンプが1回転になってるんですようんまあルッツ等は良かったと思うんですけどまあそこも回転がどうか分かりませんが多分大丈夫だと思いますはいえー、アクセルは余裕があったしスピンは良かったと思うんですけど まあジャンプフリップが1本シングルフリップになってるんで、まあ、これがね、悔しいですね。うん、全日本の時はこはループジャンプなんです。トリプルループだったんですけど、まあ、バーバリアンオープンではフリップジャンプに変えていきましたね。うん、で、あの吉田花選手も出場してたんですけど、まあ、彼女もね、実はフ,あのフリップジャンプ抜けて1回ってなってるんですよ。うんえー、吉田花選手もね。だから あの2人ともフリップが1回転に抜けてるんで、うん、ちょっとフリップに、えー、苦しんでるなっていうイメージがありましたね。はい、えー、で、バーバリーオープンの最終順位はこんな感じです。はい、えー、渡辺倫果選手は、えー、総合順位2位となりましたねあ。これフリースケーティングだけの順位ですね。はい、えー でも走行順位、吉田花選手1位だと思います。うん、渡辺倫果選手が2位という感じですね。はい。そういう感じになってますね。124. 1曜。あ、これはフリーだからあれか。うん。また話が違いますが。えっと、他の選手。えっと、吉田花選手なんですけど、えー、彼女はこれ、フリースケーティング。うん。まああのショート 見たんんでですすけどフリーやっぱりいいですねうん、で彼女の今回はショートもフリーもちょっとこう曲があのー、まあ今一つこうメロディー性があるメロディー性というよりはねちょっとこうショートもフリーもちょっと、えー、インバクト力っていうのは少しまあ渡辺さんに比べると少しなかったかなって思うんですけどまあでもフリー僕なんかだんだんよくなってきてる気がしますね特にフリーの方が。うん この曲すごく難しいなと思うんですよ。えー、オーシャン、オーシャンなんとかっていう曲なんで、深海海を表現するプログラムなんですけど、まあなんかちょっと彼女、今季表情がね、えー、っと、なんだろう、笑顔が減って、去年は,去年は結構ね笑顔、笑顔がたくさんあったと思うんですけど、今季はちょっと笑顔が少なかったんですよね。うん。でもそんな中で一番良かったと思います、今季。はい。ババリアンオープン。うん。 え最後、こう笑顔で終わりましたよ、うん。なんかちょっと顔がね、こわばってたりして、なかなかプログラム、あの演じきれてなかったかなっていうのがあったんですけど、えー、このバーバリアンオープンでは完全に演じきれてましたね。非常にあの見ててすがすがしくなりましたね。はい、えー、とても良かったと思います。で、トリプルアクセルなんですよ素晴らしかったですよ。うん、素晴らしかった。この最初のトリプルアクセルも素晴らしかったし、他のジャンプもミスなかったと思います。 後半のトリプルルッツトリプルトウも非常に綺麗に決まりましたしジャンプ全体的に質が非常に良かったですね、うんまあ、全日本の前にちょっとこう足を捻挫したっていう情報が入ってきてで、えー、ちょっと心配をしてたんですけどでも全日本でちょっとそれでねまあ,あの捻挫とかの影響もあってか、まあ、ミスがあってうん、えー、まあ すごいたくさんミスをしたわけじゃなかったんですけど、えー、まあでも会心ではなかったという感じだったんですよね。で、そんな中でこのバーバリアンオープンのフリーは、まあ、ショートでやっぱりフリップが1回となってるんで、えー、まあ悔しいところあったんですけど、まあ、でも、フリーは非常に、えー、っとかなり全部良かったんじゃないかと思いますよ。ジャンプすべて落ち着いてて、うん、落ち着いて一つ一つやってた感じがあったんでもうすごい良かったなと思いますね、僕は。はい 彼女、今季一番の演技だったと思います。えー、で、フリー133.50ですね。うん。はい。こんな感じですね。あと、あとね、もう一人、もう一人、あの、インターハイが行われてたんですよ。うん。で、えー、っと、千葉萌音選手とか住吉リオン選手かな。はい。えー、見まして、僕、住吉リオンさんのショートプログラムを見てきました。はい。で、えー、っと、彼女ね、非常に良かった。うん。 10位はちょっと見なかったんですけど、まあとりあえず演技だけ見ましたんで、うん。えー、ジュシー・マラード、あ、ジュシー・マラード、うん。えー、私は病気っていうね、そういった意味の曲なんで、フランス語の曲なんですけど、非常にね、やっぱこれいいですね。うん。まあでも映画「ムーラン」も、あの、フリーの「ムーラン」もめっちゃ好きなんで、えー、頑張ってほしいっていうか、うん、そっちも、まあこれ、個人的には、まああの、えっと、 全日本のフリーのね、えー、これをシークエンスが入ってるバージョンでのあれいいんですけど、まあ、そこちょっとあの後で話すとして、えっとまあショートのこのジュシー・マラードで、ね、すごい良かったですよ。うんえー、まあ全日本のジュニアの時、全日本ジュニアも、えー、まあ全日本もフリー、ショートはめちゃくちゃいいんですよね。うん、ショートはすごくいいんで、えっとあと、うんまあ、髪型があれかな、変えたかな。うん 髪型が団子になってますね。お団子になってます、確か今回は。もう全日本とかジュニアの時はえ髪型垂らしたと思うので、えー、髪型変えてきたっていう感じかな、はい。少し雰囲気変わりましたね、やっぱり、うん。なんか住吉選手じゃないんじゃないかって一瞬思っちゃいました、はい。そんな感じですねで。ジャンプ本当に良かったと思います。トリプルルッツ。 あトリプルトーループも、うん。全日本ちょっと詰まったんですけど、まあ、インターハイもちょっと詰まったかなっていう印象だったんですけど、でも多分良かったと思います。つ、う、い、ん、は彼女、スピンがね、本当にコンパクトで、鋭いですね。速い、うんえー。すごくかっこいいですね。うん、かっこいい彼女の動きは一つ大きいし、姿勢も美しいし、本当にね、まあ、あの今年から僕、住吉い見てるんですけど、えー、本当にあの、 姿勢ですね姿勢が本当に美しいですね。滑ってる時の、うん。で、トリプルフリップの終わった後、一番最後のジャンプ、そうきれいに決まったんですけど、まあ、あの、その後こうツイズルやって、レイバックスピン入るんですよ。うん。トリプルフリップの後、そのままツイズルやって、えー、レイバックスピン入るんですけど、そのツイズルがちょっとバランス崩しかけたんですよ。うん。まあ、全日本の時は良かったんですけど、そこがちょっとね、 持ってなかったかなって思うんですけどえそこからレイバックサイドベースからレイバックヘアカッター B で守ってくるのすごい美しいんですけど、まあ、そこだけがねちょっとえっ、ー、とまあ演じきれなかったなってところあるんですけどでも良、えー、かったんじゃないかなと思いますねはいまあ最初のダブルアクセルが非常に余裕があったんで、まあ、トリプルアクセルとか練習してんじゃないかなってちょっと予感させ,させるようなそういう演技でしたねはい、いんで、 えー、まあこのいいショートプログラムを迎えてよかったと思います。終えられてよかったんじゃないかなと思いますね。うん。そんな感じかな。えー、まあフリーはね、あのー、まあムーラン。結構フリーの方が、まあ、えー、今期あの、ちょっと不安があるかなと思うので、うん、まあ、あのー、全日本ジュニアの時が一番良くなかったんですけど、今期はね。まあ、その、えー、っと、インターハイはあれかな。シニアとしての演技になるのかな。 4分間、それとも3分30秒のど,どっちかなうん、まあ、ちょっとわかんないんですけど、まあ、フリーも楽しんで見ていきたいと思います。はいそう、僕、四大陸選手権に気がね、取られてて、あの気にしなかったんですけど、まあ、インターハイとバーバリアンオープンね、開かれていたよっていうことで、うん、ちょっと、えー、見てきた演技、見てきた選手について、感想を述べましたお話ししました。はいでは、これで以上になります。ありがとうございました